それでは今回は年賀状の本文のポイントをご説明したいと思います。ポイントは2つあると思います。1つはですね、この文字と文字の間を詰めるということですね。なるべく上の字と、くっつけて書くような感じ、この謹賀新年もそうですし、それからこういう添え書きもそうです、なるべく上の字とぶつかるぐらいのつもりで書いた方が上手に見えます。なぜかと言いますと、文字をですね、離して書くと、どうしても一字一字に見る人の目が行ってしまうので、はっきり言ってそのあらが目立ってしまうんですね。ですから、文字を一つのこう言葉として、その塊として、捉えてしまう。そうすると見る人も細かいところを見ないで、全体のその文字群ですね、文字のグループとして捉えますので、あまり細かいところが気にならないということになります。試しにですね、東京都という3文字を書いてみます。少し離して書いてみます。まずですね、東京都、一字一字は丁寧に書いてます。これはあまり良くないですね。良くないです。一字一字はよく書けていても、まとまりとして考えた場合には良くないということですね。こういうふうに書きます。こういうふうに書きます。どうでしょうか。一字一字の大きさはそれほど変わらないんですけれども、この方がこうまとまりを感じさせるんじゃないかなと思います。ですから見る人はこれで3文字で東京都という、一つの言葉として見てくれるわけですね。これですと東京都というふうに一字一字を確認するように、見てしまいますので、あらが目立ってしまうということになるわけです。で、謹賀新年という言葉ですねについてもちょっと書いてみますと、ダメな例ですね。こう一字一字ですね、こうきちっと書いても離してしまうと、あまり上手に見えません。こういうふうに書くのは良くないです。これをもっと詰めて書く。もうぶつかるぐらいの感じで書きます。こうですね。ここにもこの、ぶつかるんではないかと思うぐらい、こういう感じですね。こういう感じで持ってきます。芯をこうですね。完全に1文字分ぐらい上に上がってしまいます。こういう感じです。
とにかく上にこうぶつけていくようなつもりで書いていくと、よろしいと思います。祭字、の部分ですね、この添え書きの部分、ちょっとここに書いておきましたけれども、この本年もよろしくお願いしますとか、9年中はお世話になりましたとか、そういう文言についてもなるべく上の字にぶつけて書いていくというつもりで書かれるとよろしいと思います。次回はその添え書きについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。それと日付の書き方についても学んでみたいと思います。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。